ここまで来るのにね、かなり大変でした。もう来れないと思います、ここは。危ない。あー、マジ死ぬかと思った。めっちゃ疲れました。もう本当にこれがラストなのかもしれない。それぐらい疲れたので。はい、どうも。今日は4回目の我が川水力発電所です。去年同様ね、山を登ってサージタンクの方に行って、今まで撮れてなかったスーツですね、サージタンクでのスーツ、そこをまずは撮影して、あとは本部に向かって撮影を終えようかなと思います。山登るのは去年アップしてるし、川を渡るのはその前の年ねアップしてますんで、もしよかったらそれご覧ください。もうね、5年目にもなると、まあ慣れたもんですよ。この蜘蛛の巣がすごい嫌だよね。蜘蛛の巣がすごい嫌だ。じゃあ、あとは山頂目指しますね。7月2日の感じはこんな感じですね。もう草木が生い茂って、周りは緑緑って感じです。今、山の中腹あたりにいます。あと、もう少ししたらね、山の尾根の部分に出れると思います。今日は熊よけでラジオを流してます。今日はね、熊対策バッチリです。ラジオとあと熊鈴も忘れずに持ってきたし、あとこれね、三石山でも使った、はい、これね。で、火薬の匂いがなんか熊って嫌いらしいんで、この火薬もね、全身に浴びて参りたいと思います。尾根に到着しましたね、無事。じゃあ、サージチャンク目指して行ってきますね。サージチャンクに到着です。うわー、雲だ。危ねっ。鹿さん。鹿です。今こういうねロケーションにいるんですけど、調子はどうですか？あ、ごめん。あ、鹿さん。鹿さん、うわー、すごいいい絵。あー、行っちゃった。あー、行っちゃった。そんなこんなでたどり着いた我が川水力発電所のサージタンクですね。どうですか、この感じ。そして、あぶねお邪魔します。ただいま。じゃあ、ここでね、スーツに着替えて、ここで撮る初めてのスーツの映像ですね、それを撮っていこうかなと思います。じゃあ、着替えます。
前回、去年か、去年ここで撮った時と映像を見比べてみていかがですか。葉っぱの数が全然違うでしょ。で、今日は7月、2日か、7月2日で、7月でね、もう結構もう草木が生い茂ってるような状態なんですけど、4月の時に来た時と比べたらだいぶ草木が生い茂ってね、周りが見えないような状況です。こんな感じです。天気もいいのでね、大パノラマです。はい、どうですか。一応こんな感じです。いや、本当美しいですね。で、今日はここでね、初めてスーツで、廃墟としては初めてこのサージタンクで撮影しました。まあ、あとは本部の方に行って、で、あとは帰りますね。じゃあまた本部の方で。はい、サージタンクで、撮影を終えて、今本部の方にね向かってます。本部の方は今日はそんなに撮影しないです。もうね、結構な時間使って撮影したんで、本部はまあちらっと寄って帰りますね。しました。7月だからね、もう草木が結構生い茂ってる状態で、春先とはまたちょっと違う雰囲気の本部ですね。いかがですか。今日はね、もうここで今午後の3時ぐらいなんで、ここでもう撮影終了して川を渡って帰ろうかなと思います。じゃあどうもありがとうございました。